いつもご視聴ありがとうございます。 1.6.0C 情報カード壁の山岡鉄舟を使って対戦していきます。全バージョンより効果時間が 1.7 カウント延長されました。最初は徳川吉宗デッキに組み込みましたが、あまり活躍せず、やはり斬撃範囲を広げないと話にならないという結論に至りました。その結果、長時間兵種強化できる宍戸高家を採用。山岡以外は真っ赤なデッキになりましたが、宍戸で斬撃範囲が広がり、武力も上がるのでなかなか良いです。それでは対戦よろしくお願いします。武士の生き様、お前さんに見せてやるとしよう。闇には慣れている。しばし身を隠します。せい光よ。天に代わって仕置きしてやろう。突っ込め。決め。目が。さっさと逃げな。ほらほら。この私が弓矢。ほらほら。五竜王よ、かの者に光の導きを。せい。ほらほら。せい。発動。三の肩。この鉄柱、生きる道は変えぬ。乗り越えてみせ。しばし身を隠します。引き上げよう。食らいついてやる。天に代わって仕置きしてやろう。突っ込め。光よ。突っ込め。目が。突っ込め。せい。まだ終わらないのか。ほらほら。陣を下げろ。ほらほら。光よ。五竜王よ、かの者に光の導きを。流派発動。身の肩。天に代わって仕置きしてやろう。
せい。この鉄柱、生きる道は変えぬ。流派発動。二の方。天使が解放。王城の道へ。俺との勝負、お前さんには荷が重かったんじゃないか。